最大限に動きを精密にコントロールする。はい、胸筋を歩いてる、バズーカ岡田です。今日は軽重量ハイレップのトレーニングの良さを最大化する方法についてご説明したいと思います。これまでの動画の中でよくトレーニング業界で論争となる高重量分回しトレーニング VS 軽重量ハイレップのトレーニング、このことについてお話ししてきました。ということで、私自身は高重量分回すトレーニングにも良さがあり、しかしデメリットも、軽重量ハイレップのトレーニングにも良さとデメリット、これを良さを最大化する、そしてデメリットを抑えるということがとても大事で、体に与える影響というのは高重量も軽重量もそれぞれ違うんだと、それを理解した上で両方適宜取り込んでいくというのは大事だという結論です。実際に私が所属している日本ボディービルフィットネス連盟 JBBF の団体、アンチドーピングを徹底している団体では、トップ選手はすべからず反動を使って行う高重量トレーニングをしっかりと行っています。その高重量トレーニングについての細かなポイントは私の以前の動画で紹介していますので、ぜひご覧ください。そんな選手たちでも、いつもものすごい勢いでダンベルを上げている選手たちであっても、軽い重量で行うトレーニングもやらないわけではないですし、きっちり取り入れています。そのバランス配分が絶妙ですし、軽い重量のトレーニングも効果を最大化するための施策を打ってます。同じことやってるように見えても実は違う細かな動きのポイント、そして意識の問題、こういったところに差があるというのを私は思ってますので、これを紹介していきたいと思います。これをすればハイレップトレーニングで体の形がガンガン変わってきます。前回も高重量トレーニングをダンベルカールを使ってご説明しました。今回もダンベルカールを使って軽重量トレーニングの良さを引き出すコツをご紹介したいと思います。ダンベルスピネートカール、手を天井の方に向けながらカール、肘を曲げていくトレーニングです。以前説明した高重量で分回すトレーニングは、体の振り、これを使って初速をつける、そしてきついところを初速の力を借りて抜けていくということを行っていました。軽重量ハイレップのトレーニングは、体の振りを使うことなくターゲット部位の筋肉メインで動作することができます。体のブレがないのが分かると思います。鍛えたいこの腕を曲げる筋肉、この筋肉だけといっては語弊がありますが、その筋肉メインで動かす動作でコントロールしてきています。ターゲットとなる肘を曲げる筋肉をメインとして使う動き、これをコントロールできています。この動きの中でさらにこのトレーニングの良さを引き出していきましょう。よく軽い重量を使って行うトレーニングの代表的な例です。とにかくスピード重視で行うパターン、よく見ますよね。スピードをつけたい、だからスピーディーに動くんだという発想ですね。このトレーニングはハイレップでしか確かにできないトレーニング方法なので、効果がないわけではないです。ただボディメイク的に言うとちょっと損する部分が多いので、これを是正していきましょう。軽重量ハイレップといってもスピーディーに動かすためには体のブレが起こってきます。高重量と同じようにターゲット部位以外の筋肉の活動もたくさん必要になっています。これを抑えて行うと、さすがにスピードは先ほどほど出ません。となると、この良さを最大化する方策を考える必要があります。スピードが出ない、そして軽くて重さがコントロールしやすい、この良さを生かしましょう。最大限に動きを精密にコントロールする、これを意識してみてください。例えばここまでしか手首が返らないのか、ここまで返せるか、このわずか数度の違い、そして人差し指、親指の方で強く握るのか、小指側で強く握るのか、重量が変えれるので、ここまで意識が向けられますよね。わずかな角度の違いが出せる、ここで終わるのか、ここで終わるのか、そしてどこで強く握るのか。このダンベルカール、スピネートダンベルカールの場合は、小指側で強く握ると、鍛えたいターゲット部位、上腕二頭筋の担当、内側ですね、肘を曲げる筋肉の内側に力が強く入ってきます。そしてこの角度が足りない場合は、内側よりも外側の方に強く効いてきてしまいます。したがって、このわずかな角度変化、そして握りの変化をコントロールできる、このような細かい点をコントロールできるというのが軽重量トレーニングの良さ、ハイレップトレーニングの良さになっています。とても重たい重量で分回している時にそんな意識ができないし、細かい角度調整なんかできないですよね。握りも
重たくなると全部でしっかり握るしかなくなるわけですよ。そういう風にコントロールできない要素が強くなってきます。しかし軽い重量の場合は細かな点もできますよね。わずかこの数度の違い、こういったところを注目できるか、コントロールできるかどうかがハイレップトレーニングの良さを引き出すポイントになっていると思います。この動きをすると、ここ上腕二頭筋単頭に力が入っています。ちょっと角度がずれるだけで形変わりますが、ここまでひねった時とわずかに違いますね。この本当に細かいところを徹底できるかどうかが、隙がなく鍛え込まれた肉体を作れるかどうかに関わってきます。私も日本ボディビル選手権に出させてもらいましたけども、本当のトップ選手に並ぶと細かい作り込みが違うんですよ。筋肉のサイズが大きい選手もいます。同じサイズなのに差がある場合には、この細かいパーツの作り込みが圧倒的に違うんですよ。全身全てにわたってくまなく細かく鍛え込まれている、これがトップ選手の特徴だというふうに私は見ていますので、ぜひ細かい動きの制御、そして握りの制御、他の関節の制御、こういったところに意識を向けてみてください。ということで、今回は軽重量ハイレップのトレーニングの良さを最大化する方法についてお話ししました。簡単に言うと、細かな部分までコントロールできるかどうか、ここに最大限こだわってみてください。そのためには動作を徹底的にコントロールする、両方の動作を行うと両方に意識がいきますよね。意識散漫になります。なので片手の動作にするというのも一つポイントです。そして使っている筋肉を見ることによって筋肉の動きが分かります。そうすることで自分の動きをアジャストすることができます。このように片手にすることで意識を集中しやすくする、そして見ることでさらに意識を高める、こんな作業もハイレップトレーニング、特に動作を細かくコントロールするという良さを引き出すコツになっています。片手でやると面倒くさいですよね。両手でやった方がすぐ終わるじゃないですか。片手でやると2回分やらないといけないですよ。2セット分時間も体力も減るんですよ。で、この面倒くさいところをしっかりできるかどうかが分かれ目になってきます。細かいパーツの作り込みの差となって大きな違いになってくるんですね。そして超トップレベルは本当に高重量、体をぶん回すような高重量でも精密にコントロールしてきます。これができないんですよね。ぜひトップ選手の超高重量トレーニングを動作の精密性という観点で見てみてください。重たい重量なのに、ぶん回してるのにかなり再現性高いですよ。1レップ目から10レップまで同じ動きを繰り返します。このような、フォームの正確性、選手全てに共通しますよね。どんな競技であっても競技レベルの高い選手というのは動作の再現性が高いです。そんなところに注目して行ってみてください。それではこの動画のまとめです。軽重量ハイレップのトレーニングの良さを最大化するためには、動作の細部にわたってコントロールしろ。それが体の細かな作り込みを変えます。以上です。この動画が良いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価をお願いします。長いし多いしきつい。